遊覧船から見たオバマ漁港オバマ漁港は、福井県オバマ市にある第三種漁港である。漁港管理者は、福井県。正式には、オバマ津島、西津、甲賀、先、き、仏国の四つの漁港を指すが、オバマ市川崎地区にある信仰で、オバマ港ともいう。オバマ湾の主要漁港であり、古くから天然の漁港として、奈良へ向かう朝鮮半島からの玄関口として、 また、江戸時代は、北前船の停泊地である、小浜港として栄えていた。若狭湾と小浜案内から、多数の魚介類のほか、漁網によりサ若狭富山台や若狭ガレーカレーの名産品が、水揚げされる。小浜漁港内には、セリーチが行われる市場のほか、若狭フィッシャーマンズワーフが設置されているほか、イケル道門巡り観光遊覧船の発着場、水産物販売や、 水産物加工場が多数存在する。また、三毛国若さ小浜食文化館が敷地内にあり、日帰り入浴施設浜の湯や飲食店がある。明治時代に3期の鳩場を有していたが、昭和初期、南川の河川改修により、旧川口跡に整備した。当時は観光遊覧船が通過するため稼働橋があった。百七十三年から百八十八年に、 かけて、小浜出島に進行を整備した。ありがとうございます。